こんにちは、こうです。今回は気功やヒーリングについて、これまでご質問をいただいた内容の中からですね、3つ抜粋して私の考え方をご紹介したいと思っております。これからヒーラーになりたいなぁと思っておられる方に少しでもヒントになれば、いいなと思います。そして最後にですね、1年ぶりに開催しようと思っている初めての気功体験のお知らせをですね、いたしますので、興味のある方は最後までぜひご覧くださいませ。それでは一つ目の質問です。誰でもヒーリング技術を習得することができますか？こういったご質問はですね、本当にたくさんいただきます。はい、誰でも習得することができます。痛みを取ったりですね、するようなヒーリングでしたら、3分くらいでできるようになります。嫌な思考を消すようなヒーリングでしたら、そうですね、5分くらいでできるようになりますかね。まあ何分というのはですね、あくまで目安なんですが、これくらい簡単に習得できます。ただし、開業レベルでと考えますと、理論とそして実践回数が大切ですので、もう少し時間がかかりますけどね。それにしても、なぜこれだけ短時間でヒーリングをできるようになるのかと申しますと、私のこのヒーリングの記憶をですね、お渡しする、プレゼントするプログラムがあるからです。パソコンにソフトをインストールするような、スマホにアプリを入れるような、こんなイメージをですね、していただくといいかと思います。あとはヒーリングがですね、できるということをいかに実践していくか、で、様々な症状に対してどのようにアプローチをしていくのか、こういったことをですね、学んでいくことでヒーラーとして活動できるようになります。技術を扱うのは簡単で、そこからいろんなこのケースに対して使えるようにしていくということにですね、時間を使っていくことになります。2つ目の質問です。ヒーラーの資質ってありますか？はい、あると思います。でもそれを決めるのはですね、自分自身であり、これからつながってくるクライアントですね。自分と相手との関係性以外の人からですね、資質ありますねとか、資質がないですねとかですね、こういうジャッジを、されたとしてもあまり関係ないと思います。何を言っているかと言いますと、ちょっとですね、考えてみてください。定期的に体が重だるくなって前向きな思考になれなくなる A さんがいるとします。 A さんは症状を改善したくて複数人のヒーラーに質問をしました。すると、1人目のヒーラーは、私では難しいですね、病院へ行かれたらいかがでしょうか。2人目のヒーラーは、ホルモンの分泌が関係していそうですね、もう少し詳しく聞かせてもらえますか。3人目のヒーラーは、あなたの前世が影響していますね、前世のカルマを浄化してまいりましょう。はい、あなたならどのヒーラーの返答がいいと思いましたか。ヒーラーの世界観によってですね、返答内容がバラバラです。ヒーリングは国家資格があるわけではないですし、医療行為でもありませんので、ヒーラーの世界観によって
このアプローチの仕方がですね、全く違うわけなんですよね。ですからヒーラーとしての資質があるかどうかはですね、ヒーラー本人とつながるクライアントとの関係性によってのみ問われるということなんですね。わかりますか？ここが大前提となります。その上で、まあ私としてはですが、確立されたヒーリング理論と、そして経験で培われたヒーリング技術が、確立されていること、そしてヒーラーとしての精神性の向上、ここはですね、絶対に欠かせないものだと私は思っています。技術と精神の向上、これを常にですね、常に怠らずにやっていきたいと私は思っています。で、こういったことをですね、楽しくやっていける人がヒーラーとしての資質があると思います。とこの意見がですね、通じるのは私と、まあ、生徒さんになられる人とのですね、関係性によりますけどね。3つ目です。ヒーラーを職業としてやっていきたいのですが、できるでしょうか？はい、十分にできます。ただし経営はですね、ヒーリング技術とは別のことですので、最低限の経営知識はですね、必要です。私がおすすめするのは、今だったら、私のようにですね、インターネットを使って活動をすることです。そうすると世界規模で人とつながっていけるからですね。あなたを必要とする人たちと世界規模で出会っていけるからです。そして、ある程度経営が回るようになってきてから、実店舗をですね、活動されたり、各地のセミナー会場で活動されたりと、こう増やしていかれるといいのではないかと思います。最初にですね、どういうクライアントとつながっていきたいのかということをですね、考えてみましょう。つながったクライアントが求めているものとは、満足してもらえるもの、こういったものをサービスにするというのが基本です。そして実際につながってからもですね、つながるクライアントからいろんなことを聞かせてもらえます、教えてもらえます。需要や悩み、他のヒーラーの特徴、他のサービスの特徴、もう本当にいろんなことをですね、教えていただけます。その上で自分はどうしよう、こういうことをですね、常に考えていくことになりますので、最初に考えた形で一生やり続けるというのはですね、まずないと思います。ですから最初から全てのことをですね、詰め込んでスタートというよりも、最低限必要だと思うもののみ形作ってですね、そこからスタートしていかれるといいと思います。そして、あなたとクライアントでこの活動形態をですね、どんどんバージョンアップしていかれるといいでしょう。自分一人ではなくて、クライアントと共に、クライアントと共にという思考の方が楽しいですよ。ちょっと視点を変えた言い方ですと、その時代に求められている形でサービス提供をしていきましょうという、こういうことです。この常に同じ形で居続けるというよりも、変化をさせ続ける方にですね、安定を作り出すというような発想ですね。あなたのやりたいことと、そしてクライアントが求めているものをですね、合致させることができれば、ずっとヒーラーをですね、職業としてやっていけるのではないでしょうか。はい、本日は気功やヒーリングについての
よくある Q&A でしたが、いかがでしたでしょうか。1年ぶりくらいにですね、今週末もしくは来週中ですかね、初めての気候と題して、Zoom を使った気候体験会をする予定です。気候の考え方やセルフヒーリングの仕方などをですね、体験していただけるもので考えてます。詳細はメルマガでお知らせしようかなと思いますので、体験会の内容を知りたい方はですね、メルマガへご登録お願いいたします。概要欄もしくはホームページからですね、メルマガへ登録できますので、よろしくお願いいたします。それでは次回もよろしくお願いします。またね。